触れ合い歌謡ランドの時間がやってまいりました。徳間ジャパンの三谷亜美です。そして徳間ジャパンの総一です。どうぞよろしくお願いします。ゴルフ行ってきましたか？やっとね、念願のゴルフ行ってきましたよ。どうでしたか？いやね、この間放送でね、一応言っといたので、はい、誰かに声かけてもらえるかななんて期待してたんですけど、うん、残念ながら誰にも声かけてもらえませんでした。じゃあそれはいいんですけど、どうだったんですかね。あ、ゴルフ？ゴルフはね、うん、今回あまり飲まなかったから、うん、まあまあ95のね、94かな。すごいな、うん。でもね、私もそろそろ。どうですか？83。ハーフで。まあでもですね、そう言いながらもなんかちょうどいいゴルフの秋っていうか、うん、なんかちょっとここのとこ寂しいなと思ったんですけど、秋、うん、秋ってよく食欲の秋とか、うん、読書の秋とかいろいろ言うのに、うん、テレビで全然その話題が出てこない、ね、うん、なんでかね。昔はほら結構ゴルフ番組とかってあったでしょ。うん、なんでなんだろうね。だからやっぱコロナでいいものが失われちゃうのはすごく寂しいなと思ったん で、ね、やっぱりね、自然とこう一緒に触れ合うゴルフなんかはね、はい、いい季節だと思うのでね、皆さんも気をつけながら、行っていただけたらなと思いますけど、うん、すね、はい、今日はですね、ホリデージャパンの塚原哲平くんにお越しいただいてます。私哲平くんって言おうとしたか、フルネームだと思ってすいません。哲平くんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい今回りましたね。今回しちゃう。哲平くんって言ったらピッて見ちゃいました。シズも哲平くんって呼んでるんで。そう、なかなか上であんまり呼ばれることを。そうですね。いつも、あの、親しいんですか？はい、番組を、安倍律子さんの番組を一緒にやらせてもらってまして。愉快に、ワイワイと。私は初対面なんで、よろしくお願いします。総一さん、よろしくお願いします。ですけどね、どうですか、哲平くん。4月から、はい、5、6、7、8、9、5ヶ月、発売から経ちましたけど。何もしてなかったっすね。まあ、でもね、ちょこちょこ最近、まあ、最近少しずつね、あの、まあ、キャンペーン等がね、はい、まあ、できるようになって、はい、やっぱ改めてその右手にマイクを持ってお客様の前で歌える喜びっていうのを噛み締めながら、うん、ますキャンペーンをやらせて、私もね、この間7ヶ月ぶりにね、8月30日ライブやったんですけども、やっぱりね、違いますよね。やっぱ違いますよね、うん、やっぱ歌っていいですよね。やっぱりこう自分も勇気づくっていうか、お客様ももちろん、元気にしてあげたいという気持ちもありますけれども、そうですね、やっぱ自分が元気じゃないと、うん、そうあとね、やっぱり自己満足というかね、やっぱり全然違いますよね、ライブで歌うのとね。これは哲平くんからですね、岡山の、とある方をご紹介いただきまして、キャンペーンに私も、行ってきまして、うん、そうなんですか。そうなんですよ。で、哲平くんも11月に岡山の方で行かせてもらいますね、岡山と北海道と、まあ、そろそろでもね、はい、だんだん動き出して。そうですね、はい、うん、はい、それでは番組ではリクエストお便りをお待ちしております。宛先は3208601、栃木放送ふれあい歌謡ランドの係まで。それではふれあい歌謡ランド、お楽しみください。徳間ジャパン三谷亜美、黄昏のカフェ、思い出の彼との切ないバラード曲、黄昏のカフェ。最後まで優しかったから、いつの母への思いを霞草になぞらえて歌った、霞草のように、霞草のように、徳間ジャパンの総一が歌う霞草のように、暖かいそれでは4月22日ホリデージャパンより発売をいたしました、塚原哲平くんの錦を挙げてのカップリング曲、海峡二代をお聴きください。生まれたこの
新曲のカップリング曲海峡2台聴いていただきました。てっぺくん今日はですね、はい、リデジャパンの塚原てっぺくんがお越しをいただいてますけども、はい、新曲が発売されてから約5ヶ月、はい、5ヶ月経ちましたね。あ、もうそんな経ちましたか。もうね、だって4月22日ですから、はい、もう日本は、はい、そうですね、緊急事態宣言真っ只中ですよ。ずっと家にいましたよ。ちょっといましたね。でもその時期にあれですよね、リリースするって珍しいんじゃないですか。いや、まあそのそこをね、まあ、めがけてやったことじゃない、やっぱ何ヶ月も前から決まってたので、まあどうしてもですね、このね時期になっちゃったんですけど、ね、でもね、配信ライブをしたりとか。配信ライブ、そうですね、先月やらせてもらって、9月の26かな、やらせていただきまして、やっぱね良かったですね。なんかまた面白い企画を計画してませんか。ただ飲むだけただ飲むだけの、はい、あの無料の、やってるんですか。やりました。ただ飲むだけの、やりました。あ、そうだったんですか。それをね、これからですよ、ね、いや、この前やりました。やったんですね、もうやりませんあまりにもダラダラすぎて3時間4時間ぐらいになっちゃって参加したかったな。どん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 見てる人が減っていってるんですよ長すぎる。どうです、そいつさん、そういうの。いや、ぜひ参加しますよ。これお酒大丈夫なんですか。はい、そいつさん、お酒は結構飲まれます。あ、じゃあもう参加します。もうじゃあこの感じで3時間でも付き合っちゃう。スタジオから送りしてもらうんじゃないですかやりましょうかそうですね、すみません、ここでちょっと私の三井亜美の曲で、新曲7月29日に発売をさせていただきました。この歌で頑張っていきます。三井亜美、黄昏のカフェ、お聴きください。いただきました。三井亜美の黄昏のカフェをお聞きいただきました。続いてのコーナーは歌の散歩道でお楽しみください。ふと触れ合った心の出会い、そしてそれがいつしか懐かしい思い出に。歌、心、愛、お送りいたします。歌の散歩道。NOBBY のノビーです。ウェブクーの松浦人です。よろしくお願いいたします、10月に入ってだんだん秋深まってまいりましたですけどもね、はい、この頃の9月の後半が10月の山の方行って、アケビだとか ね、 そ, うですね、そういうの撮った思いがありますけども、はい、あ、またともあります。ありますよ。近場は、私の近場はね、筑波山の山麓の、もう少し低い山ね。ありますもんね。いや、そっか。はい、アケビか。のびさんは？私はね、あの、アケビって食べたことあるんで、知ってたんだけど、食べたことない。あ、なるほど。どっちかと栗。栗が好きだ。あれはいいもんね。栗がね。栗がね。いい栗漬けでございます。山のりですよね。今はだんだん少なくなってまいりました。さあ、じゃあ今日のこの歌、コロンと参りましょう。はい、松浦明人で、ごめんよです。はい、どうぞ。お前
松原明人さんです。ごめんよって言ってありがとうございました。まあ、こういう時期とかで、さっきのアケビの話とかね、カフィとか、はい、山のクリスナー小粒ですよね。そうですね、ちっちゃい、まあ、あの胃が回ったら取るとき大変なんだけど、足で踏んづるいて両足でバキャッキャッって引いてさ、やりましたね、やったよね、うん、でこう指の先を何が回ったりなんかして、もうそっちなんか怪我して誰も勝ちやったよね。あの先っちょだけプッと入っちゃって、なかなかそんな違うんだよね、クロム残っちゃって、いやありましたですね。であのもう小粒なんだけど、あのすぐ美味しいよね、生で大事。もうすぐ取ったらそう、口でキャーキャーってやってさ、しびをキャーキャーキャーって飛ばして塩が多少ついてようが何ようが食べたりね、口の周りこの何かあとできるんだよね、なんかできるのができたりするんだよ、クリームはね、なんかそうできるあるんだよね、あの口の周りになっちゃってありますね、だからクリームたらもやってやる。シムがあるシムかな、そう、ね、ありますもんね。で、アケビっていうのはまあ なんかなかなかこう取りやすいところで、取りにくいところなんだよね、ツルになってね、ツルになってこうシャワーとかね、そうですそう、結構高くなる、もうちょっとしたら落ちたことありますけど大変ですね、ガキの頃はいろんなことやりました、さあ、それではノビーさんのこの歌、はい、ノビーのおにぎり聞いてください。キノコの話に戻りますけども、はいはい、いや独特し派手なキノコはありませんね、はいはい、そういうのもういかにも私は毒だよって言ってるような一周してますね、綺麗なんで、
そうですか。まああのいろんなキノコもあって、うん、まあ取ったりするんだけど、なかなかその食べられるか食べられないかその分かんないんですよね。分別がね。素人にはね難しいところもありますもんね。近くのおじさんおばさんに聞かなきゃ分かんないことがありますもんね。それも大変だよな。当たるとどっキノコになるの大変だもんね。はい、大変ですそれね。うっかりのキノコにも手出せないやつ。はい。まあ子供の頃はいろんな遊びをして山へ。いろんなもの取り行ったりして、ね、楽しかったです、ね、楽しかったね、うん、ある意味ではね、うん、いやもう冒険だから飲み放題だもん、うん、ということで今日はそろそろお別れです。はい、お相手は今日のワイプはノビーと松浦人でした。それじゃごきげんよう。歌の散歩道でお楽しみいただきました。それでは続きまして私総一の曲で霞草のようにお聴きください。ゲストに塚原哲平さんをお招きして放送させていただいておりますけれども、4月22日に新曲リリースされたそうなんですけどもね、はい、この新曲4月22日でちょうどコロナの真っ最中じゃないですか。そうですね、まさっきも話しましたけど、はい、なんかご苦労された点とかはい、ありますか。まあもうもちろんそのあれですね、新曲を、まあ、披露できなかったっていうのがやっぱり一番辛かったっていうことと、ね、 で、 ね、はい、でももしコロナがなかったら、4月はきっとみんななんか夢を持って地方から東京行ったり、はいはい、もしくはね大阪とか名古屋も福岡とかいろんな北海道とか行かれてね、うん、なんかいろんな仕事に就いたり、はいはい、また学生だったらなんか勉強に励んだり、なんかいつか成功を成し遂げて、そしてまたなんか田舎に帰って立派になった姿を、ふるさとにいる両親とか、はい、仲間とか、うん、そういう方々に見せてあげたいっていう方はね、多分少なからずたくさんいらっしゃったと思うんですよね、はい、そんななんか方のために、うん、なんか今回のタイトル錦をあげたっていう、はいはい、まあ、これ造語なんですけども、実際はまあ故郷に錦を飾るとか、はい、一旗あげるっていう言葉があるんですけども、はいはい、まあ、今回滝上先生がこの造語でいいんじゃないかということで、うん、いつかね、ふるさとに、まあね、立派になった姿を、いつかね見せてあげようっていう、はいはい、まあ、ある意味エールの、ね、曲でもあります。じゃあそれではですね、はい、この曲を皆様にお届けしたいと思います。錦をあげて、どうぞお聴きください。錦をあげて帰ってくるよ、
10年、目鼻もつかず夜空見上げてあなたを思う。時代の流れに取り残されて、もがく心に叫ぶ来ましたのは、ホリデージャパン4月22日に発売をいたしました塚原哲平さんの意識を上げてお聞きいただきました。徳間ジャパン三谷亜美、黄昏のカフェ、思い出のカフェとの切ないバラード曲、黄昏のカフェ。最後まで優しかったから、いつも母への思いを霞草になぞらえて歌った。霞草のように、霞草のように、徳間ジャパンの総一が歌う霞草のように、暖かいあなたの声。ふれあい歌謡ランド、いかがでしたか？本日のエンディング曲は新野美香さんで泣き上手です。いやですね、錦を上げて、これね、改めてね、私たち歌い手にとって本当にこの歌詞通りにこう思っている夢をいつかいつかこう、そうですね、開くようにと思って、なんか私もじんとしちゃいました、うん、ありがとうございます。もう頑張っていきましょう。そうですね。そしててっぺくん、はい、告知があるということで。告知はあります、はい、来週はあの愛知県の方に久しぶりに1週間ぐらい行かせてもらって、はい、そいつさんもやったゴルフも僕も久しぶりに行ってもらって、久しぶりにやるんで、大丈夫ですか？150切るように頑張ります。そして、10月の31日にまた、配信ライブを行います。メンバーが一条聖也さん、そして、松本裕二さんの3人で、やらせていただきます。そして次の日の11月の1日、スリーボイス男の番家というタイトルで、ニックニューサーさん、そして桜井隼人さん、そして私塚原哲平3人で、KKR ホテル東京10階で、ディナーショーを行います。チケットが1万3000円でございます。安い。栃木の方もぜひ。そうですね、近いですから、デュアンと来ていただいて、はい、
来てください。はい、それではですね、皆様お越しをいただきたいと思います。番組ではリクエストお便りをお待ちしております。宛先は 320-8601 栃木放送火曜ランドの係まで。それでは真野美香さんで泣き上手をお聞きいただきながらお別れいたしましょう。また来週、さようなら。